っか。そうね。これから午後の部活動を始めます。今日も人来ないな。怒らないからね。今月はもうお小遣いないし。まあ、うまい棒くらいな。本当？やった。そういえば、レイの社長のおばあちゃん元気してた？うん、元気。めっちゃピンピンしてたよ。はいぞー。ミラ、行ったのか。大津先生、こんにちは。どう？はい、お願いします。継続願いか。ユーリ、お前らさなくていいのか。デリリリッデデデデデ、継続願いのプリント。大津先生、どうぞ。2人とも探偵を継続するんだな。はい。一応、これまでやったことを確認しておこう。外国に行くときは使用済みなかったけど、一体何をしてたの？この話はまたいずれ。それと、探偵部って言われる探偵部としてます。部活の名前変えません？コンとか、いい感じなんですか？なぜその名前が出てきたの？あと、探偵部って名前じゃないと学校から許可が下りないんだよ。はい、ここ大事。テストに出るよ。そんなテストを作るつもりじゃないんだ。瓶、起きて、起きて。あ、夢か。あ、部活始まった。急がないとやばくね。の遅刻だが、何をしていた？寝ていました。すいません。そうか、今度から気をつけるように。はい。外で3年生が花について教えているところだ。明日から3年生は部活に来れなくなるから、しっかり覚えてくるように。あと、俺は少し席を外して伝えておいてくれ。はい。何しに行ったんだろうね。確か、顧問を掛け持ちしてるって友達が言ってたような。へぇ、そうなんだ。レアリー、ここにいたのか。先輩たちも殺していたぞ。あれ、ロズいたの？同じクラスだろ、探してこい。って、乗りたいな。いっぱいだよ。どうしたんだ急に。いつものお父さんっぽくなかった。俺はいつも通りだ。ならいいけど。あ、明日朝だらしいから水道持ってけよ。うん、分かった。これで最後っと。お疲れ様。おしゃぶりになるなんてついてないよね。確かにな。何してんの？ああ、雨が降ってきたからプランターを屋内に避難させてたんだよ。へえ、そうなんだ。あ、あと宝月先生から伝言で水分補給はしっかりしろって。そうだよね。ねえ、ほんとにいいな。今日は暑いもんね、雨なのに。リン、大丈夫？くそ、俺は剣士の上、
レイは誰か先生を呼んできてくれ。分かったわ。なんか起きそうな天気だね。確かにな。いや、縁起でもないことは言わないでよ。蒸し暑いから水分補給はしっかりしておけよ。はい。光月先生。うん、どうした？そんな結束で。ビンが倒れたんです。今はどこに？ロゼが保健室に運んでいます。分かった、ユーリで行くぞ。え、私たちですか？あ、今保健室に着いてからの。はい、行くぞ。息もあるんですが、意識が戻らなくて。そうか、お前ユリ。なんでしょう？お前たちを連れてきた理由だが、現場検証をしてきてほしいから。え、先生は来ないのですか？ああ、俺は少しやりたいことがある。ロゼとレイヤもそれについて言ってくれ。え、俺だってもですか？ああ、詳しい情報を教えてやっておくれ。わかりました、行ってきます。とりあえずリンの親を呼ばないと。改めて自己紹介を。ユーリです。未来です。ロゼだ。レアです。まず今日は何をしてたんだい？ああ、雨が強くなってきたからプランターを屋内に入れて別室で喋ってたんだ。それで、リンが水筒の水を飲んだら突然倒れて。先輩方は？担任の先輩は受験勉強で忙しくて、後輩は演技部に入ってません。その飲んでいた水筒というのはどこにあるんだ？あれ、もうなくなってる。とぼけてない？当たり前だ。なんで俺がそんなことをしなくちゃいけないんだ。つうかゆい、お前らも知ねえか。なぜそう思った？保健室で宝月先生が来ないって分かった時、明らかにほっとした顔をしてた。先生だったら何かまずいことあったんじゃないのかな。いや、もともとこういう顔だし。ユーリができるわけないじゃん。だって私と一緒にいたから。だけど目を離した時にやったかもしれないじゃない。私がユーリから目を離すとでも？今の話忘れてて。そういえば、ユーリとロゼって知り合いだったの？ああ、こやつ、そうなんですけど。ロゼを恋するんだね。ユーリ、後で覚えとけよ。で、その話は置いておいて、現場検証ってこれだけでいいのか？あとは、この花はなんだ？スノードロフ？なんでここに？確か花言葉はあなたにしようだったっけ？ロゼ、あの花はもともとあったんだ。いや、なかったはずだが。犯人が戻ってきておいたのか。だとしたら、とんだくさ野郎だな。とりあえずやることはやったよね。一回保健室に戻ろう。ああ、うん、お父さんいたんですか？さっき来たところよ。先生、何か分かりました？いろいろ喋ってみたが、なんともなかった。私の可愛いに何があったんですか？どこまで先生から聞いていますか？なぜですか？2回説明するより1回で済んだ方がお互いハッピーでしょ。そうですね。と言っても先生、何が何だか分からないとおっしゃってました。先生、言いました？え、ああ、言ったか。少し質問させてください。何分頃に学校に着きましたか？5分ぐらい前ですかね。話は変わりますが、スノードロップっていう花知っていますか？いいえ、そんな花があるんですか？あるんですよ。あと園芸部の部室にも飾ってありまして。あー、見ましたよ。綺麗でしたね。話が全然進まないからリンちゃん起こすね。起こせるのか？余裕だよ。あ、おい、まはっ。あれ、みんなどうしたの？よかった、無事だったのか。何があったの？リンちゃん、これはあなたの水筒ですか？それ私の水筒だよ。なくなった水筒、いきなり現れたスノードロップ。雨が降っていないのに濡れている方、
凛ちゃんのお父さん、あなたが犯人ですね。まずあなたは朝の時、凛ちゃんの水筒に毒を入れた。そして凛ちゃんが倒れた後、水筒を持ち去った。持ち去る時に雨が降っていたから肩が濡れている。違いますか？本当なの、お父さん？そうだよ、この俺がやったんだよ。正しくはお前についてる悪霊だがな。悪霊？なぜそれ？いや、霊感ある人なら見えるけど。え、もしかしてミライちゃんも？そうよ。で、こいつについている悪霊はどうするのよ？払うに決まってんだろ。絶対そういう直ちにこの場から離れよ。逃がすか、ミライ、やってくれ。分かったわ。はっ、ああ覚えておけよ。あれ、俺はなんでこんなところにいるんだ。お父さん大丈夫？ミイ、そうだ、あいつは。あいつって誰のこと？ディアプロと名乗っていて、体を貸してくれって言われて。お父さん、取り憑かれてる時の記憶とごっちゃになっているんだろう。少し休ませてやる。一つだけ聞かせて、なんでディアプロってやつの言うことを聞いたの？それは、俺の妻を生き返らせるためだ。すずね、なんで死んでしまったんだよ。一緒に人の成長を見るじゃなかったのか。すずに会いたいか。何？そんなことができるの？ああ、俺の願いを三つ叶えてくれれば合わせてやる。本当にそうなのか？ああ、俺たちは約束を破らない。わかった、引き受けよう。お父さんのバカ。なんでだ、俺はリンの母親を生き返らせるために。私が生き返らせてって頼んだわけでもないよ。お母さんが死んでからずっと仕事仕事で私構ってくれなかったじゃん。すごく寂しかったんだからね、リン。そうだよ、リンのお父さん。リンは領事があることにあなたを探して見つからなくて落胆しては繰り返して、それでもお父さんは仕事で忙しいからしょうがないよねって笑顔で言って、その裏では泣いていて、自分が正しいって思ってやっていても本当に笑顔にさせたい人が泣いていたんだな。意味がないんじゃないのか。リン、改めて言わせてくれ。これまではごめん。こんなダメな父親でもお父さんって呼んでくれるか。もちろん、私のお父さんは一人しかいないから。リン、ありがとう。これにてお仕事は終了かな。そうね、打ち上げでもしましょう。ってことで、ほおずき先生、寿司に行きましょう。そうだな、かっぱ寿司にでも行くか。よし、行こうぜ。ほおずき先生の財布を空っぽにしてやるぞ。もちろんだぞ、ユウ。いや、割り勘。え？これにて、白雪一家の試験は終わりました。ですが、まだたくさんの問題が残っています。悪霊が言っていた俺たち、まだ他にも悪霊がいるのでしょうか。それに、ユリが外国で起こした事件とは。まあそれは置いておいて、その後の探偵部の様子を見てみましょう。そういえば、リンのお父さんが悪霊に何て言われたかだけど、一つ目が年収2000万にしろ、二つ目が強靭な肉体にしろ、三つ目が体の自由を受け渡していいというまで意識を失いだったらしいよ。リンのお父さんって実はハイスペック？へえ、そんなのだったんだ。ついでに、ユーリのお父さんの電車どれくらいなの？ありがとう。あれ、リンちゃんどうしたの？探偵部に入りたいんですが、小月先生が借りから許可取れって。私はもちろん大歓迎だよ。僕ももちろん OK だよ。ようこそ探偵部へ。僕たちは君を歓迎するよ。